9月11日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号 今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。まずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定の紹介。トレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて。後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。 今回はジャーナリストの長谷川幸宏さんと、霊卓大学客員教授の西岡智さんに登場いただきまして、朝鮮半島問題、北朝鮮をテーマにお送りします。今週のニュース振り返っていきましょう。今週は、イギリス海軍空母クイーン・エリザベスがアメリカ軍横須賀基地へ入港。来年度予算概算要求、一般会計111兆6559億円、4年連続で過去最大。 緊急事態宣言、東京、大阪など19都道府県延長へ。アフガニスタンのタリバン暫定政権が始導。自民党の高市さない前総務大臣が総裁選へ出馬を表明。こういったニュースについて取り上げました。さて今週の聞きどころですが、9月8日水曜日の放送を振り返ります。 今月17日告示、29日投開票の自民党総裁選。すでに出馬表明した自民党の前政務調査会長、岸田文雄衆議院議員に登場いただきまして、出馬の決意から政策までコメンテーターの高橋洋一さんと伺いました。それでは今週のプレイバック。自民党岸田派臨時総会選挙戦への決意呼びかけ。 自民党総裁選への出馬を表明している岸田文雄衆議院議員は昨日、東京都内で岸田派の臨時総会を開き、前半戦の勝負は党員投票だ。国民、そして党員にしっかり向き合い選挙戦を続けていきたいと呼びかけました。 今月17日告示29日投開票の自民党総裁選挙。正式に出馬表明されているのは、今のところ、えー、岸田さんのみとなります、えー。その岸田さんとこの時間、生で電話をつなぎまして、えー、お話を伺ってまいります。岸田さん、おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いいたします。す日本総の飯田と申します。はい、どうぞよろしくお願いします。 さあ、昨日は臨時総会を岸田派開いたということ、はい、この党員投票の部分というものを強調されていらっしゃいましたけれども、うん、あの、立候補表明されてからもう 2>,、はい、2週間近くがあ経つと。そうですね、13日目になりますか。はい、手応えいかがですか あそうですね。あのー、手応えはあ感じています。えーえー、徐々に、このは反応の数、いろいろな声も、はいえー、増えてきています。あのー、 国民党員の皆さんに向き合って、はいえー、発信する、えー、そういった方針はこれからもしっかり続けていきたいと思っています。あの、岸田ボックスという名前で、あの、ホームページからも質問ができるし、あるいはハッシュタグをつけて、はい、ね、いろんな、<っ>あの、こう、意見を募っていらっしゃいます。あれ、6000件以上というようなね、ええー、はいね、こと出てきました。どういう声がありますか いや、あのー、まあ、いろんな声がありますが、やっぱり多いのは、ええ、あコロナ禍において、えー、苦しんでいるんだという声。ええ、ぜひ政治にこういった声をしっかりと受け,て受け止めてもらいたいという声。う これが圧倒的に多いと思います。うん。あのー、断続的にこう記者会見を開かれて政策を訴える中で一番最初やっぱりコロナ対策というところをまずお話しされていました。この経済対策、岸田さんかなり財政主導も含めて、えー、やろうという決意感じられました。どういったことをやろうとされていますかそうですね。あのーえー、まずは、あのー、今、うん、医療難民なんて言葉が使われてますが、はい、あのー、 入院してもそし、入院したくても、なかなか医療にアクセスできない。うん、まあこういった状況に対してしっかり対応するということ。そして合わせて今、まあ、経済対策のお話があ出ましたが、はいえー、皆さんに、えー、コロナとの戦いで人流抑制に協力してもらう。うん、協力してもらうならば、それに見合うだけの、えー経,えー、経済支援。 これがなければならない。うんえー、数十兆円単位の、えー、経済対策、支給にまとめるべきでは、だということを訴えています、うんうんえー。スタジオ、数量政策学者の高橋陽一さんもいらっしゃいます。うん、あ、えっ、ー、と、高橋でございます。おはようございます。おはようございます。はい。あの、よ,<い>よろしくお願いします。 あの今あの、数十兆規模の経済対策ということで、非常に期待が持てる数字を言っていただいたんと思うんですけれど、はい、えとこれについてあの、まあ、財源というのは確かお話の中で国債という話だった、はい、と思いますけど、これでよろしいですか。はいあの結構です、はいまあ。今は非常時です。えー、いるものはいる。えー、それは国債。 えー、借金してでも賄わ、ええええ、なければならない、そう思ってます。それこで、この国債って話になりますとね、あの後の処理がどうするのかって、まあ、今、借金っておっしゃいましたんでね、<laughs> はい、それはちょっとまあ気になるところでもあるんですけど、これはどういうふうにお考えになっておりますか、ねはいまあ、当面は、低金利時代、ええ、しばらく続きます。えええー、これは借金で,、ま、借金でまかないながら、えええー、経済の、ええ この再生をまず考えていく。まあ、成長をしっかり考える。再起動する。まあ、そこから始めて、経済なくして財政なしという順番で物事を考えていかなければならないと思います。大きな方向性、まあ、財政の重要性についてはしっかり念頭に置きながらも、 まずは危機を乗り越え、そして経済、まあ、成長をしっかり復活させ、 そして、その際に、その先に、財政の、ま、方向性を考えていく。それが順番だと思っています。あ、なるほど。ありがとうございます。あの、えっ、ー、と、以前、あの、自民党の勉強会で、私ちょっと行った記憶があるんですけれど、いはいはいこの時に、あの、こういうふうな時に、実は日本銀行と、あの、政府の連合軍って話したと思うんですけれど、はいはい。えっと、えー、要するに、今の話ですと、国債は、あの、まあ、財、あの、 えっと、通貨発行益っていう話もちょっとしたと思うんですけど、そういうのでかなり賄えるので、あ,あ,あの、はい、あんまりその借金としての認識しなくてもいいっていう話を確か私させていただいたと思うんですけど、はい、それについてはどういうふうにあれですか、はい、そうですね。えー、あの、国債、それから、国債のまあ意味、そしてその後、えー、の取り扱い、これについてはいろんな意見は、意見があるということは、えー ああまあ十分承知していますが、ええ、あの当面はこの今行っているいわゆる大胆な金融政策、はい、そして機動的な財政政策、ええええ、そして合わせて成長戦略、ええ、まあ三原則と言ってますが、ええええ、この、うん、三原則は堅持すべきだと思っています。あそうですかどうも非常にありがとうございます。あのちえっ、ー、と多分今国民に対して非常にいいメッセージだったと思います。はいええ で、首、はい、さん、その、あの、はい、経済をこう、不要させて、で、その先のその財政をこう、考えるという部分で、うん、まあ、あの、よくこう、出てくるのが、まあ、税金をどうすると、まあ、はい、あの、具体的に消費税を上げる、下げるあ、というような話も出てきますけれども、これ、はい、まず最初に、経済のこう、成長っていうものがありきでっていうふうに考えていいですかそうですね。まあ、経済あって、 そのあたり経済の正常化、そこ、ええ、をまず図りつつ、はい、まあ財政健全化の方向性も考えていく、うん、まあその順順番番はそそののだと思ってますあたりで、経済の成長率であるとか、物価の上昇率であるとかという,こう具体的な数字目標といったものはありますか、はいあのー、まず、最大の目的はデフレからの脱却ですから。うん あの先ほど申し上げましたような、あの三原則は守っていく、物価、はいえー、上昇2%をはじめ、まあ、当面の数字、これは目標としてしっかりと掲げ続けなければならないと思ってます。うんさあそして、まああのー、この コロナとの戦いというところで、まあ、当面はステイホームであるとか、まあ、行動制限というところにもなろうかと思いますが、他方でこのワクチンの接種の進展に伴って一部緩和してもいいんじゃないかというような議論も出てまいりました。このあたりのこう緩め方、どういうイメージされてますかそうですねあのやはり 目標とするのは、できるだけ平時の,この社会経済活動を取り戻すということです。はい、そのためにあの、お,のおっしゃったワクチン接種、大変重要です。はい、ただ、政府の目標でも、これは11月まで、希望者全員に行き渡るまでには、11月ぐらいまでかかると、そう言われています。はい、そして私はもう一つ、ポイントとして、治療薬。 あの、口から入れられる経口薬の開発、はい、これが、えぇ、ー、できるだけ平時のお社会経済活動に戻すために一つのポイントになると思います。これを年内に何とか開発しようと、はい、今努力を続けています。これ、まあ目標ですから、はい、あのー、努力を、い、い、いそう続けなければならないわけですが、えー、この二つうが一つポイントになり、それが、まああのー、 揃ったならば、はい、えと平時の生活に、えー、だんだんとこの移行できると考えてます、うんえー、とちょっと違う話になるんですけど、はい、よろしいですかね、先日、あの自衛隊法の改正の話を岸田さんおっしゃったんですが、ちょっと非常に興味がありまして、はい、あのそれとの関係で、まあ、憲法改正っていうのと、はい、自衛隊法の改正っていうのの話について、ちょっと道筋なんか教えていただければと思いますが。 はい、あのこの間の私の発言は、えーはい、アフガニスタンに、えー、法人、あるいは日本大使館の現地職員の救出のために自衛隊機が向かったわけですけれど、結果的に、えー、今、まだ多くの方々が残されている、遅かったのではないか、まあ、こういった指摘もあります。はいえー、この今の法律ですと、 まあ現地の政府の了解を取る、あるいは現地の安全を確認しないとえ向かうことができない、こういったことになってますが、そもそも危険なこの法人や関係者をえ救出に行くのに、安全でないといけないということ、これ、国民感覚としてどうだろうか、こういった問題提起をさせていただきました。そして その法律について考える際に、他の法律、憲法をはじめ、他の法律との整合性、これはしっかりと考えなければならない。このように申し上げました、はい。はい。わかりました。岸田さん、あの、はい、お忙しい時間にお電話で出演いただきまして、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。いいありがとうございました。またいろいろお話を伺いしてください。どうもありがとうございました。はい、どうよろしくお願いします。失礼いたします。ま失礼します,します、えー。岸田文雄前政調会長にお話を伺いました。 この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、後半はジャーナリストの長谷川幸宏さんと、麗卓大学客員教授の西岡努さんの対談です。どうぞ最後までお付き合いください。 日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしている、OK ジーアップ週末増刊号。先日9月5日にパラリンピック閉幕しました、22競技539種目。 はい、あっという間でしたね。あの、8月24日から開幕したパラリンピックでしたけれども、私はあの、8月25日から、その取材に専念するために工事アップをお休みしていました。えー、そして、今週の月曜日から復活、まあ、戻ってきまして。 いやー帰ってきたなーという感じがしましたね。あの、私がその取材に専念している間もたくさん応援のメール、そしてツイッターをいただきました。本当にありがとうございました。入社してからすぐの頃に車椅子バスケットボールを取材し始めて、そこからいろんなパラスポーツに興味を持って取材するようになりました。あのー、そうやってこう、もう何年ですか 6,7年、えー、取材し続けてきた部分もありまして、この東京パラリンピック朝から晩まで、えー、選手の皆さんのその熱いプレー、えー、表情であったりとか、そのかっこいい姿、えー、見ることができて、取材することができて幸せな時間でした。えー、いただいたメールを少しではありますが、えー、ご紹介したいと思います。 東京都府中市にお住まいの50代の女性の方からです。毎朝楽しく聞いています。先週の新業さんのパラリンピックレポートは聞いているこちらまでワクワクしました。おかげさまで楽しく観戦することができました。ありがとうございます。そう言っていただけると本当に嬉しいですし、あの、レポートする上でファンとしての気持ちも忘れずに、あの、お伝えしたいなと思っていました。はい。えー、続いては、 埼玉県川口市の50代の男性の方からです。新庄さんパラリンピック取材お疲れ様でした。ありがとうございました。パラリンピック期間以外に事前に長い間の取材も含めてお疲れ様でした。細かいことまで取材されて熱意がリスナーに伝わりました。車椅子バスケの鳥海さん、次の大会でも楽しみですね。今後の取材も期待していますといただきました。ありがとうございます。車椅子バスケットボールいやー、これは金メダル見えたんじゃないかなと、あの、試合の様子、決勝見ていても思った んですけれどもあとちょっとというところでしたね。あの、リオパラリンピックの時は予選敗退でしたけれども、そこからこの5年間、その悔しさをこう、バネに積み重ねてきたその成果というのが、あの、現れていたんじゃないかなと思いますし、鳥海選手は、リオの時はですね、まだ高校生で、体も今と比べると、ちょっと細かったんですよ。それが、この5年間で、 あの、俊敏性、速い動きができるんだけれども、しっかり筋肉をつけて、それでいてシュートもバッチリ決まる。えー、スピードももちろん速いですし、ディフェンスも素晴らしいプレッシャーのかけ方してましたよね。いやー、私もちょっと見ていて本当に感動しました。まさに次のこのパリパラリンピックもですし、これからの活躍も楽しみです。えー、続きまして。 で神奈川県相模原市にお住まいの三十代の男性の方からいただきました冬季オリンピックでのカーリングは人気が出た時のように今回はボッチャの杉村秀隆選手が金メダルを取ってボッチャの人気に火がつきそうですね僕は今回初めてボッチャという競技を知りました杉村選手の得意技のボールの上にボールを乗せるという技をここぞという時にできる勝負強さそして精神力に感服でしたジャックボールの白い球にどれだけボールを力 近づけられるかという子供にも分かりやすいルールで、えー、投げるボールも周りがツルツルだったりもこもことしていたりいろいろな場面で選んで投げるということで僕もやってみようかなと思いましたこれならステイホームで子供たちとリビングでできそうですしボッチャの競技セットをいろいろとネットで探しています ありがとうございます。あのパラリンピックはそのパラリンピックならではの競技もあるので面白いですよね。ボッチャですとか、あとゴールボールですとかね。あの杉村選手はほん <laughs> 本当にね、すごいですよね。その投げるときのその技術力とか弾くとか押し出すといった、あの戦術はあるんですけど、それだけじゃなくてボールの上に乗せる。あとボールをこう上からアプローチをかけていくといったところ。しかも本当にこの緊張感ある中で、その技を発揮できるというのが、いや本当。 本当にもさすがだなというかやっぱりそのリオの時は団体でえと銀メダルを獲得されていたんですけれども今回は個人でも杉村選手が金メダルということで本当にお見事でした。あのボッチャは メールいただいたように、こう、私たちにもこう、できるゲームであって、以前ですね、あの、日本代表の選手団の河合淳一さんが、ダーツバーがあるのであれば、ボッチャバーもあればいいんじゃないかって、こう、おっしゃってたんですよ、その雑誌の中で。で、それすごくいいなぁと思っていて、あの、ボッチャっていう競技、 をまあ知るきっかけにもなりますし、あ、これってパラリンピックの競技なんだっていった部分で、こう、知名度が上がっていくといった部分も期待できるから、まあ、ボッチャバーとかあったら面白いですよねっていうことをコメントされていて、あ、すごくいいアイディアだなと思ったんですよね。でボッチャはですね、あの、以前私取材した大会で、日の玉ジャパン、ボッチャ日本代表と、あと、小学生チームと、企業チームと、あと、大学生のチーム、 が、あの、戦う大会というのがありまして、取材に行ったことがあるんですよね、以前。えっと、新日一家のパラスポヒーロー列伝にも書いてあるんですが、2019年、ボッチャ東京カップという大会でした。で、ここでは、まさにその、日本代表の選手の皆さんと、まあ、大学生、小学生、えー、大人、みんながこう、戦い合うというですね、大会で、すべての試合が激戦ですごく面白かったんですよ。で、この時に、まさにその杉村さん、 が、その大会の総括としておっしゃっていたことが、そのボッチャっていう競技は、 えっと、ハンデ、あるなしに関わらず、同じ土俵で勝負できるというのが、ボッチャであって、それを象徴する試合だったと思います、と、あの、総括されていて、今回この東京パラリンピックをきっかけに、あ、ボッチャ面白そう、やってみたいな、っていう人がこう、増えていくと、さらにこう、ボッチャの競技力がこう、アップしていくということにもつながるのかな、というのは思いましたね。あの、企業によっては、ボッチャ部というのを作って、 であの仕事終わりにこうぼっちゃをしたりしているる企業もあるそうですよあのたくさんメールいただきましてありがとうございました。えー、史上最多254人の選手団を送り込んだ日本は金13個、銀15個、銅23個という結果でした、えー。たくさんの本当にドラマがあった東京パラリンピックでしたけれども、あの選手の皆さんの物語というのはこの先も続いていきます。えー、そしてこの東京パラリンピックを見て、 あの、自分もやってみようかなと思った方もいらっしゃると思います。その姿というのが、えー、パリへ、そしてその先へと繋がっていくと思いますので、引き続き取材をして、工事アップの中でも、まあ、増刊号の中でもお伝えしていければいいなと思っております。えー、たくさん、えー、新業さん取材頑張ってねというメール、ツイッターいただきました。本当に、あの、励みになりました。ありがとうございました。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。 9月12日日曜日、三重県知事選挙投開票、大相撲秋場所開幕。9月13日月曜日、ノルウェー議会総選挙。9月14日火曜日、定例閣議、国連総会開幕。9月15日水曜日、7月の機械受注統計発表、8月の訪日外国人旅行者数発表、立憲民主党決闘から1年。 9月16日木曜日、菅内閣発足から1年、8月の貿易統計発表、9月17日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、自民党総裁選告示。続いて来週9月13日月曜日からの OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。 9月13日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。14日火曜日、地政学戦略学者の奥山正彦さん。15日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。16日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。17日金曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。コメンテーターの皆さんは6時台から登場、ニュース解説をしていただきます。 え13日月曜日からの1週間、飯田工二アナウンサーがちょっと遅い夏休みということで、あの、私、新業とコメンテーターの皆さんで工事アップをお送りします。ぜひお聞きいただければと思いますので、よろしくお願いします。さて、この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺います。<music> オッケーコージーアップ週末増末増刊号,ーー週増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいます。 それではひなさん、よろしくお願いします。ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは新総裁候補関連銘柄です。今週のコージーアップでは特別企画ということで日本の未来についての提言をテーマに イーダアナウンサーが自民党の河野氏にインタビューをされていました。株式市場でも9月8日には河野氏が原発再稼働について言及したことで恩恵を受けるセクターとして東京電力や関西電力など電力株が急騰する場面がありました。河野氏であれば中心と見られているのは脱炭素再生可能エネルギー関連です。 再生可能エネルギーの発電事業を展開しているレノバやテスホールディングスの株価は連投中となっています。そしてこの流れから私が注目したのは NPC という太陽電池の製造装置の大手です。9月6日に私のメルマがひなの株プレミアムで取り上げたのですが株価はその日の終値747円から10日には 878円までの上昇がありました。このように自民党総裁選の立候補者の政策に沿った銘柄がよく物色された一週間でした。岸田氏関連としては健康危機管理庁の設置以降にちなんで再生医療の宝バイオや遠隔医療のメドレーなどの銘柄の値動きが軽くなってきています。 引き続き自民党総裁選の行方と政策に絡んだセクターの値動きには要注目ですね。二つ目のポイントは日経平均3万円台回復と証券セクターです。今週の日経平均株価は先週に続いて大幅上昇となりました。7日の取引時間中に3万円の大台を久々に回復して8日には終わり値でも 3万円を上回り、週末には3381円の高値引けとなりました。このように相場の状況が回復してくると、証券関連の銘柄が買われる傾向があります。前の週にも東京市場は大きく上昇していましたので、個人的には9月1日から野村ホールディングスの株価を監視していました。相場が上昇局面となる場面や、 秋内が旺盛になる場面では、証券関連の銘柄も共に連れ高かしていく傾向があります。長らく続いた上根の重い相場の切り返しを期待しながら、野村ホールディングスやその他証券各社の株価も監視しておきたいなと思います。来週のポイントは、四季法秋号発売です。来週は、 17日に自民党総裁選の告示が予定されています。各候補の優劣が判明していく中で、先ほどお話しした各候補の関連銘柄も、右往左往する展開となりそうです。また、会社指揮法秋号が17日に発売となります。秋号はまだ株価に織り込まれていない情報修正の予備軍を見つけやすく、 年4回発行される会社四季報の中で最も投資に役立つ情報が載っていると言われています。私がおすすめしているのは四季報オンラインの活用です。紙版の発売の前に先取りで四季報独自選定のおすすめ銘柄を公表してくれています。また、有望な500銘柄を厳選して掲載している四季報プロ500もおすすめです。 今週の相場格言株は聞いても鵜呑みにせざるこの格言は私が書いた本超ド素人が極める株の中に掲載したオリジナルの格言です株価の底や天井がどこにあるかなんて誰にも正確にはわかりません人間は弱いもので 自信満々の他人の意見を聞くと不思議とうのみにしがちなものです。自分の買い物や自分の売り物はきちんと自分自身で調べて理解して納得してから売買するようにしましょう。以上、ひながお伝えしました。トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。 ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。OK ーージーアップ週末増刊後お知らせを挟んで OK ーージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今回はジャーナリストの長谷川幸宏さんと麗卓大学客員教授の西岡つとむさんに登場いただきまして朝鮮半島問題北朝鮮をテーマにお届けします。 ジャーナリストの長谷川幸洋です、えー。この配信は政治経済、国際情勢、えー、世界を取り巻く様々な問題の真相を掘り下げる対談番組です。今回の対談のお相手はモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学客員教授の西岡努さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝鮮半島問題をテーマに伺っているんですけれども、今回は北朝鮮、はい、これについて伺っていきます。 えっとまず、新型コロナの問題ですけども、はい、北朝鮮はいまだもってです、ね、新型コロナの感染者はいないというのが公式発表のようなんですが、実際のところはさって、どうなんですかあのです、ね、北朝鮮の内部で、まあ、去年からです、ね、急性肺炎で死んだという人たち、多いんです、はいで、検査もしてもらえないんですね。はい、だけど、最初の頃はですは、ね、遺体は焼却しろと命令されてたんですね。うん だからそれはコロナの疑いがあると当局は思っていたとしか思えないわけですが、うんうん、そもそも。 熱を出したりするとですね、自宅に隔離されて、外に出るなと言って、扉くぐりかなく打たれてしまって、食べ物もなくて、で、衰弱していって死んだ人が多いんです。彼らからするとね、検査してないんだから、肺炎で死んだ断ななるほど、なるほど。確定診断してないんだから、これは新型コロナじゃないと。まあ、だからそういう点で嘘をついてないというのがわかりませんけど、一方ですね、ものすごくピリピリしていて、 まあみんなマスクしろと言ってお金もないのにどこか,からマスクみんな持ってきてしていける映像が出てましたけども、うん、それよりも何よりもですね完全に国境を封鎖して、はい、まあ人との出入りだけじゃなくて、ね、物も入れないんですね特に北朝鮮の貿易というのは9割が中国との貿易なんですあ世界が制裁をしているということもあってなんですがところが去年の10月からですね、うん、中国から入ってくるものもほとんど完全に遮断しました。うん 国連制裁が今かかっているので、軍事物資や贅沢品は売ってはいけないんですが、しかし肥料とか食料品とか医薬品は制裁の対象じゃないんです。日本は輸出輸入全部止めてますけどね。日本は世界一厳しい制裁をしている。核ミサイルプラス拉致があるからですが、しかし世界の水準は食料や肥料や医薬品を売ってもいいんです。中国が売ってたんです。去年の10月までは。ところが10月のはパタッと止めた。私は捨てがあるのでですね。 中朝国境の鉄橋を時々見に行ってもらってるんですね。鉄道とトラックが動いてるか。あの、このところ日本の新聞などでですね、8月末に国境開くとかも7月開くとか4月開く、5月開く、記事がいっぱい出ましたけど、はい、全然そういう,う様子がない。で、それは物にもウイルスがついてるんじゃないかと、金正恩氏が異常に怖がっている。うんうん、あるいはですね、 魚にもウイルスがついてるとかって言ってですね、漁船、うん、出すのを止めろって漁船、はい、が出なくなったんです、うんうん、だから、一昨年まではですね、うん、大和隊に北のイカ釣り船がたくさん来て、はいで、日本の近海でしか送供できないような 平底のですねペラペラした船だから、すぐ沈むんですね。はい、で日本にたくさん漂着してましたよね。はいはい、あれは国連制裁で水産物の輸出を禁止されたもんだから、はい、近海の漁業権を中国に売って、はい、中国の漁船が近くに来て,イカ取ってるんで、いか釣りビル連れてきてて、うんあの、それで転覆して日本に着いたんですけど、去年から今年来ないわけですよ。 それは何かというと、金正恩が、魚にもウイルスついてる当然、食料、うん、事情、経済事情、非常に厳しいわけですから、中国との貿易が、<の>いわば体制の経済的な側面でいえば、うん、もうこれい、命綱であったことはもう明らか。うん にもかかわらずその命綱も自ら止めざるを得ないくらい実は新型コロナには恐怖感を抱いていると。で、うん、まあだから悪口言う人はですね自分が病気だから怖がってるんじゃないかと。 人民の食生活よりも自分の健康生活を、はいはい、優先してるんじゃないか。あの、健康のところでお聞きしますと、うん、あの、一頃、やつれたやつれた、うん、ということが盛んに言われましたね。ねうん、あれは実際のところどうなんですかあのね、10キロから20キロぐらい痩せたんです。はい、5月に。5月一月ぐらい出てこなかったんですね、うんで。写真を比べるとかなり痩せてるんですよ。なるほど。最近もですね、 昔の服を着て出てきたんで、はい、結構、このお腹がパンパンだったのが少し、あの、お腹のところが緩くなってるんですね、うんでえー。で、それについてやつれたというのは、北朝鮮のテレビで、平壌住民がおやつれになったと、うん、住民のことを心配なさって、おやつれになったとありがたいというような、そういうことを言ったんです。ですね、だから、あの、つまり、 痩せたということは映像で隠しようがないのでいや自民を心配してお痩せになったんだという方向の政治宣伝を国内でしている一方韓国の情報機関はいや健康なんだと太りすぎたのでダイエットをしたんだと健康が良くなったんだと言ってるんですで私が得た情報はですね第三の説で糖尿病が大変悪くなってインスリンも効かなくなって 急いで体重をとなければ生命が危ないということになったと、うんうん、それで、えー、これは内視鏡でできるんだそうですが、うん、あの胃の一部を除去して食べる量を減らすというダイエットをやったと。うんうん、そこまでやるってことはこれは相当悪いですね。えー、ただその手術は成功して、うんうん 緊急の糖尿病については、何とか乗り越えたと、しかし今、合併症も出てるので、かなり悪いというのが、私が言っている情報ですなるほど。まあ、そんな中で、経済制裁、それから加えてコロナで、相当追い詰められてるっていうのは分かるんですけれども、今、とりわけ一番焦点の,そのアメリカとの関係、これは、勤務体制は。 ヨジョン氏も含めてでしょうけど、うんうん、どういうふうに打開していく、あるいはもう打開する道はもうないと中朝がこういう状況なんです、ね、で、うん、中国側もです、ね、実は北朝鮮に対して言いたいことがいろいろあって、うんあの、北は制裁の結果、外貨がなくなったので、ハッカーによる仮想通貨の泥棒とかでね、銀行を襲うとか、そういうのがかなりの外貨源なんですが、うん、実は中国を拠点にしてやったんですけども、はい、中国の銀行も襲ったと。

それで中国共産党怒ってるわけです怒ってる、なるほど、2000人ぐらい、そのハッカーが本国に帰っちゃったらしいんですね、中国のマヒアと組んでやったらしいんですが、そいつら引き渡せとか言ってるようですけど、2000人というのは、北朝鮮のハッカー、中国にいて活動していた北朝鮮ハッカーがばれて、中国を拠点にして、世界中の銀行などを襲ってたんですが、それは中国が黙認してたんです、なるほど、しかし、会いに手をかまれたみたいなものね世界中もみんな 警戒しますからね中国はまさかや自分とかやらないだと思って,、えーえー、っていたら。まあ仮想通貨は全部やったとっ言うんですけど、うんまあ、そういうこともあって、うん、あのそして文大統領に対して激しくあの金正恩氏は怒ってると言うんですね、うん、嘘をついたと。うん、だから文大統領がピョンヤンに行った時にかなりの経済支援などで約束したようなんですが、うん、しかしアメリカが核問題動かないのにあなたをやるのかと。文大統領が 財閥のトップを連れてピョンへ行って帰ってきたらですね、はい、ソウルのアメリカ大使館の財務省からのアタッシュが各財閥に電話してきて、はいはい、今アメリカは制裁かけてるの知ってますよね。はい、という確認をやったいう、はい、な,るなるほど、なるほど。<laughs> あるいはニューヨークにある韓国の銀行に財務<ー>アメリカの財務省が直接電話してきて、あ,<ー>あなたたちはアメリカの法律を守るってことで営業が許可されてるの知ってますよね。<laughs> <laughs> それは聞きますね、それはだってニューヨークの金融取引できなくなったら韓国経済、一瞬でで終わりですよでアメリカはセカンドリーサンクションという手段を持ってるわけですよ、えーえー、つまり北朝鮮に対する制裁じゃなくて、北朝鮮と取引している企業やその取引に使われた銀行にドルを使わせない、えーえーえー、そうそう、それがだから一番大きいわけですよね。という、波があるので。えー あのできないわけです、ええ、そうすると日本か韓国しか、ええ、あごめんなさい、日本かアメリカしかないんですね、出口が、の出口が金正恩政権の。ええでまあ、内部でそのあの日本とアメリカについてどうするか検討しているという話だったので、ええ、あのどうなるかと思ってたんですが、最近ですね。あのー 韓米韓軍事演習に対して、金ム・ジョン氏が2回談話を出したんですが、2>, うんうん、2つ目の談話で、軍事演習をやったことについて、米軍を撤退しようというまで言ったというのを前回お話しましたけど、うんはい、その中でですね、アメリカに対する言及があったんですね。はい、侵略戦争演習をあくまでも強行したアメリカこそ、うん、地域の平和と安定を破壊する張本人であれ、うん、現在のアメリカ行政府が言い立て、 条件なしの話し合いなどは侵略をカモフラージュする手段にすぎないとつまりバイデン政権が条件なしの対話ということを言ってるんですけどそれをわざわざ言及してそれを拒否するということをヨジョンが談話で出したんですそしてその談話の一番最後にはつまりあキム・ジョンによりだからもちろん上げといて下げるということがあるから ですけども、でもここまで明確に言うということは、はい、アメリカとの対話について検討したけど、今はしないということになったんではないかそれよりも、韓国の大統領選挙でさらに勝たせて、米韓同盟を完全に破壊するという方向に、うん、を優先順位をつけてるんじゃないかと、そうすると、それに対して菅総理も同じように条件なしの対話ということを言ってるんですね。それについて明確な それに乗らない、けしからんという言及はないんです。なるほど。一方、逆に8月15日前後ですね、戦前の日本はひどいことをしたと、保証しろ、賠償しろっていう声明がいっぱい出てるんです。なるほど。それは逆にお金払えってことですから、もしかしたら水面下で日朝で何かやっているのかもしれない。ただ、コロナですから、秘密交渉がなかなか難しいのですけど、でも、客観的に見ると、金正恩は、 アメリカが日本に接近するか、あるいはこの自力更生といって頑張って国内で大規模な合死が出て、うん軍、軍の動揺も走って、何か国内で統治ができなくなるぎりぎりでも何もしないで頑張るか、うん、アメリカをヨジョンダムが消したということは、うん、日本か頑張るかということになってると、ただし、日本のは、残念ながら日本のは、うん、この秋の政局がありますから。はい 日本から多額のお金を取ろうとすると、日本の安定政権と交渉しなくてはならないということをではあると思います。あの日本の話はちょっと行く前に、ちょっと私、ぜひここも聞いておきたいのは、最近、韓国で北朝鮮のスパイが摘発されましたね青州スパイ弾事件というんですけれども、4人の男女が。 北朝鮮のスパイだったと言って摘発されたんですね。はい。で、もう10年以上前から、えー、国情院がずっと捜査、はいはい、してたわけです。はい。で、あの、今の文政権のもとで国情院はどんどん弱体化していて、はい。スパイを取り締まる権限は警察に移ったんですね。はい。しかし、10年前から捜査をしていたので、うん、今回の摘発は警察と国情院の合同捜査という形になったんですが、うん 裁判所に逮捕状請求の時に出した資料がマスコミでいろいろ報道されてるんですがそれを見るとですねその4人のスパイが中国などに行って北の工作員と会っている写真や動画も撮れてきた彼の自宅から出てきた USB の中には金正恩に宛てた忠誠の誓いを書いた結書も出てきた北朝鮮からの司令文も出てきた確実な本当に北のスパイだったんですね。それが 青州という場所だけにあるのかと。うん、彼ら4人はですね、青州労働党支部と名乗りたいと北に言って、うん、それはダメだ、時期総称だと言って別の名前になったと言ってるんですね。うん、それも完全に北朝鮮の言うことを聞く、うん、支部が青州にあった、中西度にあったってことです。うん、それが中西度だけなのか。うん 今の韓国の状況だと、本当に確実な証拠はなければ、できないそこなんですね、つまり、それでなくても左寄りであることがもう確実なムン・ジェイン政権がよくこのタイミング、つまり来年に選挙を控えたタイミングで、北朝鮮のスパイにまで踏み切ったなと、ここのところはどうです。ですから、それは国情院の中のプロの人たちが確実な証拠を持って、 つまりムン大統領といえども、それを握りつぶすわけにはいかないか、まあ、ということですね、そして、うん、それなのに今の、今の確実な証拠があったのに、ですね4人に対して逮捕状の請求をしたら、裁判所は1人については逮捕状を却下して、うん、3人しか逮捕できてないんです。うん、なるほど なるほどそれが状況なんですね。現在そういうわけで国内でもいろいろ北、南またがっていろ、うんうん、んな動き出てると思いますけど、うん、さてちょっと、あのー、日本のこと、はい、西岡さん実はあの北朝鮮に出された日本人を救出するための全国協議会、はい、いわゆる救う会の会長も務めてられおっしゃられ、務、はい、めてられますけれども、はい さてそういう状況でコロナで動きが取れない、日本の菅政権もまあ支持率低下していると、うん、まあこういう状況の中で日本人拉致問題はどういうふうにこれから進めていくべきなのか、うん、進んでいくのか。まあ あの私たち家族会救う会の運動方針であり、これは安倍さんや菅さんも同じ考えだと私は理解してますけれども、はい、先圧力、後交渉という戦略を立てているわけです。うんうん、北朝鮮のような国を動かすためには、うん、圧力なしではだめだと、うんうん、雨だけではだめだと、あ、うん、と無知両方が必要だと。うん、で もちろん、あのー、軍事的な圧力というのが一番効くのですけれども、はい、日本が拉致のために自衛隊を使うということは、今の情勢の中で現実的ではなくて、うん、核問題でアメリカが軍事力を使うというときには、日本もそれに協力するというスタンスを取ってきたわけですけれども、うん、北朝鮮がアメリカまで届く核ミサイルの開発を、事実上、中断しているという中で、うん、アメリカも。 それじゃあ、兵糧攻めで核問題解決しようということで、うん、マクシマムプレッシャーという、うん、まあ厳しい経済制裁をかけてるわけですね。うん、北朝鮮の輸出は年間だいたい30億ドルぐらいあったんですけども、うん、2017年の国連制裁の結果3億ドル以下になりました。うん、だから、外貨がどんどんなくなってるんですよ。うん、もう、そういう点で制裁は効いてきた。 そしてトランプ大統領がキム・ジョン氏と会った時ですね、直接キム・ジョン氏に安倍総理の拉致に関する考え方を伝えたと。うんうん、私たちもホワイトアウスに行ってですね、はい、その話をアメリカ政府の高官から聞きました。はいえー、ハノイでの米朝首脳会談で最初の一対一の、まあ、手立てと言われる会談で、うんうん、トランプ大統領は拉致のことを出したと。うん、そしたらキム・ジョン氏は他の話題に逃げたと。うん、それで次の うん、少人数の夕食会でもう一度出したと。うん、そしたら、金正恩氏は意味のある答えをしたと。うん、ただし、その内容は、もちろん安倍総理には伝えたのがあなたたち当事者である家族にも伝えられませんと言われました。うん、しかし、意味のある答えということは、うん、つまり金正恩氏の中に、拉致問題について安倍政権の考えが分かったと。うん、制裁をして政権を倒す手段として拉致を使っているんではなくて、うん、本当に被害者を取り戻したいと。うん それれがあれば日本もやるべきことと、はしますよと、うんうん、もちろん核問題の解決が前提ですけれどもそうすれば国交正常化をして韓国にしたような経済協力の準備があるというメッセージが金正恩氏に伝わったと、うんうん、その後から安倍総理は条件なしに会うと言い始めたんですよ。うんうんうん だから先、圧力そして北朝鮮のトップにこちらの条件が伝わっただから今は圧力を背景として私、一番大事だと思っているのはつまりこの話は今のお話で明らかなように。 北朝鮮側見ると、全体のこのディールの構造っていうのは、アメリカとだけでは完結しない、つまり北朝鮮が降りれば、ですね見返りの報酬の果実の経済制裁解除、プラス経済支援は、日本から来るのだということになっていますから、これは実は北朝鮮とアメリカの交渉の一番の大事な部分、北朝鮮にとって大事な部分は日本が入ってるっていうふうに、ビルトインされてるっていところが、 確信だと思う。いや、長谷川さん前からそうおっしゃってるんですけど、えー、私も、まさにね、それが、安倍総理がそれを作ろうとしたわけです。はい、えー。トランプ大統領を説得して、はい。はいはい、前のアメリカは核を解決するのに、拉致は邪魔だと。うん。うんうん ススタンが強かった特に国務省などは強かったんですが、ええええ、しかしそうじゃなくて、ええ、ビルトインさせて、ええ、だからトランプ大統領は、ええ、あ核を全部やったら幸せ、うん、北朝鮮は豊かな国になれるとわざわざ動画まみれにして、しかしアメリカは経済支援しないよとも言ってるん、ねうん、そうですよ。欲しかったら安倍に頼めて、心臓に頼めと言ったはけですよ。そうだ <laughs> そうと言ったんですねでその構造が今、どうなってるか聞きたいんですよで日本も菅政権に変わりましたけど、はい、ア,アメリカもバイデン政権に変わったんですね、うん、だからバイデン政権にその構造をまず理解してもらい、うん、一緒にやってもらえるかどうかまず勝負だったわけです菅総理はそれをよくやってくれましたなるほどこの4月に訪米した時ですね。うん、はい アメリカの,、まあ、あのサリバン安保補佐官、それからブリンケン、うんえー、国務長官などがですね、うん、少人数の日米首脳会談に出ていた時、うん、あのこのブルーリボンバッジをしてたんです、菅総理は、うん、あの帰ってきてから産経新聞のインタビューでですね。うん バイデン政権は菅政権研究をよくやっていると、私が最優先にしているのは拉致だということを彼らは分かって、私たちの協力が必要なら、拉致で協力する必要があると彼らは分かって、これをつけてて出きたとアメリカのバイデン政権の課題は、今、アフガンのことが起きて、ちょっと変わったかもしれませんが、それまでは対中包囲網を作るということですよね、その場合に日米同盟は重要な鍵ですよね。 その菅政権との協力を取り付けたかったわけです、特にトランプ政権が同盟との関係を弱体化させたとバイデンさんは言ってましたから、日米同盟を強く強化するということが彼らの方針に合うわけですね、その場合に菅総理は俺は拉致ですよと、菅は拉致を本当にやる気なんだということが、水面下の交渉などでアメリカに伝わっていて。 その対中包囲網に日本を使うなら、拉致を無視しちゃだめなんだと、そうするとあれですね、じゃあ、この拉致問題の構造、うん、かつてあ、うん、今までもトランプ政権であったその日米韓、北の構造に、さらに今度、その中国ファクターがさらに加わって、より深く、いわば全体としてビルトインされたって、そういうふうに考えてもいいですかね。 その向こうの高官たちがバッをつけたことも、私は大騒ぎしたんですけど、日本でほとんど報道されなかったんですがど、菅さんが後方ベタたってこともあるんですけど、でも、本当に大きな功績だと思いまなるほど、なるほど。それはあれですね、アフガンのカブールの撤退も、実は本当の問題は、実は中国に資源を振り向けるためですから、アメリカにとっては。ということは、アメリカにとっては中国が非常に重要視しているということは、すなわち、この菅さんの北朝鮮に対する俺たちは拉致だぞと。 というこのアピール、うん、これもやっぱりバイデンに深く染み込んでいくというふうに考えていいですか、ねか。国務省は少なくともそうですね。もうなるほど国務省は今まであの。 核の交渉に違う変数が入ってきたよ。頭が痛いと。アメリカ人のことじゃないじゃないかっていうのは本音だったわけです。なるほど、しかしそうじゃないと。対中包囲網で菅政権、に日本の力必要だと。だから逆に言うとですね、あの、金正恩政権がバイデン政権じゃなくて菅政権を先に交渉相手に選んだ場合、もちろん核が動かないから日本ができることは少ないですが、しかしアメリカを説得して、いや、拉ちは緊急な課題だから、 もちろん核が動くまで国交正常まではいかないけれどもできることをやることは許容してくれということも言えるんじゃないかりましで最後に先生新しい本を出されて前回も紹介させていただきましたけれどその本5本の話をちょっと聞かかせていただけます10月にモラジ道徳教育財団の出版部から まああの我が体験的コリア論という課題でですねえ今書いてるんですがまあやっぱり朝鮮問題コリア論をやるには頭じゃなくて腹が必要だと胆力だということなんですけど例えばあの拉致問題についてはですね私1991年にえ日本人が拉致されているという論文をですね当時あった諸君っていう雑誌に書いたんですけどその時ですねやっぱりちょっと怖かったですね。 私自身がテロになるかもしれない。91年の段階では、拉致ということを書くこと自体ですね、周りから日本の公安関係者とか自衛隊の関係者とかですね、先生、身の危きがないですかどずいぶん言われました。で、最初はですね、私、当時の自分が集めた情報で、金正ジが命令したと書いたんです。 これ書いたら俺殺されるかなと思ってですね。当時は鉛筆で書いてたんです。まだパソコンなかったから。一度消したんですよ。なるほど。そしたらですね、当時私がいた現代コリア研究所って貧乏でですね、あの天井にネズミが住んでてネズミがドドドって走ったんですね。夜中の3時頃だったかで俺は一人じゃないんだと。やっぱり卑怯者になっちゃいけないと思ってネズミも応援してくれていると。それでもう一回、金正恩が命令したって書いた、そんな思い出を含めてですね、やっぱり、 人間だから全てのことは分かりませんけど、一歩一歩事実をもとにして、そして悪と戦うということが朝鮮問題の基礎だと、そういう本を。 まさにそこは道徳の根幹に触る問題でもあります、ね、そうねそ,そ,そ,そういうふうに思ってます。わかりました。えっ、ー、と、モラロジー道徳教育財団から10月に発売の和が、はいはい、これ和は私がぜひね、アドバイスしてさせていただいたんですけど、和が体験的コリアノ。ぜひ私も読んでみたいと思います。はいはい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。 今回の配信ではモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学客員教授の西岡努さんにお話をお伺いしましたあなたと一緒に作るニュース番組「日本放送 OK コージーアップ」平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんですが ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。